ちゃこ先生の教室へようこそ。この動画は元小学校教員のちゃこ先生が毎回一つのテーマについて褒めちぎっていく授業動画です。本日のテーマは仮暮らしのアリエッティです。前回の動画からね、褒めるっていう趣旨でやっていこうと思ってるんですけども、どこまでアリエッティのね、魅力を引き出せるのか見届けていただきたいなと思います。また私よりも上手にこの作品について褒めているなーっていうコメントがありましたら、グッドボタンの方で投票お願いします。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日は仮暮らしのアリエッティ、ジブリ作品ですね。こちらについてお話ししていきたいと思います。金曜ロードショーで、地上波放送されておりますけれども、まあ、この作品いいところいっぱいあって、私もめちゃくちゃ好きなんですけども、好きなところを大きく分けて3つに分類しました。1つ目は物語の設定、2つ目はキャラクター、3つ目はミニチュア感。この3つについて、1つずついいところを褒めちぎってまいりたいと思います。では早速1つ目参ります。この物語を面白くしている原則として、一つ目、小人ルールっていうのがあります。まあ、これは私が名前つけてるだけなんですけども、まあ、人に見られてはいけない。人間に決して見られてはいけないっていう、まあ、大前提のルールがあります。まあ、これの設定によって、常に生活が危険と隣り合わせっていう、ちょっとしたスリルが伴ってるので、まあ、面白い要素になってるかなって思います。はい。で、二つ目です。小人ですんで、すべてが虫サイズなんですね。まあ、だいたいコオロギとかと同じようなサイズ感で描かれているっていう感じなんですけども、まあ、このサイズ感によって、なんて言うんですかね、こう、日常の場面なんですよ。舞台は人間の家が多いんで、その中をただ、人物が動き回っているだけ、傍から見たらそれだけなんですけども、虫サイズになることによって、普段見ている私たちの、例えばこう何気ない台所とか、普通に住んでるリビングとか部屋みたいなものとか、そこにある全ての小物がめちゃくちゃ大きく感じたりですね、そこの中を冒険していく感じ、これが非日常感に誘ってくれるっていう感じがして、まあ、そこが設定の面白みだなって思います。はい、褒めポイント二つ目。これはキャラクターです。まあ、私は王道を行くのが好きなので外しませんよ。なんといってもまあ、アリエッティ、この物語の主人公です。アリエッティはですね、とにかくね、キャラデザが私はめちゃくちゃ好きで、ポニーテールで、で、こうトレードマークになっている洗濯バサミを、こう後ろにね、パチンと止めてポニーテールにしているっていうところと、あと、途中で見つけるね、待ち針ですね。こっちかな?こっちかな?待ち針を刺して、服にね、刺してるんですけども、で、その感じとか、あと、ブーツですね。あのトータルとしてのバランスがめちゃくちゃ良すぎる。あの赤もパシッと決まっている。そうですね。紅の豚の赤ぐらい結構はっきりしてる赤なので、バシッと決まっている。あの色とか、フォルムとか、すべてのトータルとしてのデザインがめちゃくちゃ好きですね。続いてですね。もう外せませんけど。ショーです。ショーが何よりもね、あのね、エロいんですよ、彼は。可愛いとかじゃなくて、エロいです。え?って思うかもしれないんですけど、そんな妖艶なキャラクターではなくて、このショーっていうのは、まあ、病弱で、心臓にちょっと重い病気を患っていて、手術待ちっていう状態の、キャラクターなんですけども、彼はね、めちゃくちゃエロいんですよ。最初の、怖がらないでって言って、こう、アリエッティを初めて目撃してしまうシーンがあってね、喋りかけるシーンがあるんですけども、そこで、めちゃくちゃ唇がドアップになるんですよ。で、こう、人間のスケール感のデカさっていうのを、すごい、カメラが寄りになって、描写されるんですけども、そこの唇の動きとかがめちゃくちゃね、エッチいので、ぜひ、見てください。注目ポイントですね。で、さらにですね、アリエッティと庭でちょっと喋るシーンがあるんですけども、その辺で結構ね、節目が、多いんですね。節目がちで、で、目線を結構外している描写があって、まあ、その辺に、こう、登場人物の葛藤であったり、悩みであったりっていうのが表現されてるのかなって思うんですけども、そういうの全部置いといて、とにかく、その目つきがね、めちゃくちゃエロいです。少年とは思えない色気がね、そこで、めちゃくちゃ表現されてるので、ショーの口元であったり、まあ、目つき、その節目がちな表情なんかにも注目していただきたいなと思います。で、なんといってもこのキャラクターの良さをすべて決定づけてるのは、はい。キャスティングです。はい。今申し上げました、アリエッティは志田未来さん。で、ショーは神木隆之介さんということで、もうね、私あんまり、
声優の本業ではない、俳優さんとか女優さんとかをこうアニメに起用するのって、まあ、あんまり好きくない方なんですけど、まあ、最終的にキャラに合ってたらいいかなっていう人なんですね。キキさんとか藤原さんとか、まあ、他にもちょっと特筆すべき人はいるんですけども、とにかくこの二人に絞ってお話しさせていただきますと、とにかく未来さんはめちゃくちゃ声がいいです。そのアリエッティのなんかこう冒険心みたいなワクワク感を持ってこう外に繰り出そうってしてる感じとか、その自分の身勝手さで家族を危険にさらしてしまったちょっとその自分を苛む感じとか、ショーへの怒りの出し方みたいなところがなんかね、こうちょっと含みがある感じで演技されるのがめちゃくちゃ好きなんで、まあ声も好きなんですけど、とにかくアリエッティの良さを引き立ててるなっていうところでもう花丸です。で、ショーなんですけど、まあ神木くんですね。神木隆之介くんはまあジブリでは結構千と千尋から始まってますけども、ショーっていうキャラクター自体がまあ神木くんをモデルにして作られているっていうようなところもあるらしいんですけども、その透明感っていうんですかね、美少年とかそういう話だけじゃなくって、心臓に病を持っていて、こう自分のなんか性に対するものの諦めじゃないですけど、ちょっと自分のこう生きることに対する考えとかがすごい巡り巡ってるような人物なんで、基本的にまあ病弱で弱々しいんですけれども、でも心の中に何かこう自分の主張とか考えるところはあって、そこを表に出す機会っていうのがなかなかないんですけども、アリエッティと喋ってる時とかにはそれがちょっとだけ消失したりするんで、でその時のそのショーの本当は持ってる心の底にある芯の強さみたいなものが神木くんの声だとすごく、感情が乗るというか、真実味を帯びるというか、でもなんかこうちょっと折れやすそうな繊細な感じっていうのがもう絶妙に表現されているので、めちゃくちゃいいです常に聞きどころというかね、アリエッティと二人で特に話しするところはめちゃくちゃいい声なさってるので、ぜひね聞いてみてほしいなと思います。はい、続いて三つ目、ミニチュア感。これについてはね、大きく分けて2つの要素があります。まあ、小人の話なので、人間が使う用途としてはこれだけど、小人の世界ではこういう風に使うのか、みたいな、ミニチュア感っていうのがすごくね、面白いんですよ。一つ目はまずね、生活感。これがいろんなところに滲み出てるのが面白いです。まあ、私がね、ちょっと好きなもの、あげたんですけども、ちょっとカンペ見ていいですか？家の中の、描写で面白いなって思った生活感が溢れてる描写、ちょっと何個か申し上げますね。虫の羽ペンが、人間界でいう鳥の羽ペンとしてこう立てられていたりであったりとか、あとキッチンのね、シーンはね、結構面白くって、安全ピンとか、あと栓抜きの一部が、人間の世界でいうところのフライパンかけとか、なんかお玉とか、そういう食器類をかけておく、フックの役割として、なんかハンガーみたいなノリでちょっと下げられてるんですね。で、それがね、結構可愛らしいんですよ。で、あと、人間の腕時計を壁掛け時計の代わりにしてあったり、人間の世界の切手が壁に掛ける、絵画として使われていたり、なんかインテリアみたいな感じでね、置かれてるのがめちゃくちゃハイセンスで可愛いです。で、あと、これいいなーって思ったのが、万年筆とかなんか鉛筆につけるキャップを、花瓶の代わりにしてあったり、ビール瓶とかの瓶の王冠も、なんかそこに、瓶の底に、ちょっと背の低い草木なんかを植えて、で、それを連ねて、まあ、インテリアにしてある。まあ、結構ね、草木が多いんですけども、アリエテのうちは。で、あと、木に釘を3本ポンポンポンと打ってあって、その釘のところをカバン掛けに使っていたりですとか、あと家中に小瓶とか、バスケット、あと貝殻なんてのも、散りばめてあって、そこには、こう、季節の花とかが挿してあるっていう状態なんですね。なんかそういう日常感っていうんですかね、この生活感がすごくわかるような、感じと私たちの生活で使ってるものがバンバン登場するので、あ、これ見たことあるけどこういう使い方するんだっていう面白さが、ワクワクしてね、たまらないですね。あと洗濯物を干すシーンがあるんですけども、そこはミシンのボビンっていうんですか、あれを、引っ掛けてこう洗濯物をカラカラカラと回してるフックとして引っ掛けてるんですねっていうのがあったり、で、あとお父さんの働くところっていうか、なんかこう物を修理したり作ったりしてる場所、火事場みたいなところでは、なんか鉄っぽいものがめちゃくちゃ集められてるんですね。爪切りとかピンセット、
ボンド、あとヤスリとか釘とかコードとかハサミとかペンチとか、まあ、クリップとかなんかいろんなもんがあって、すごいこう男の空間みたいな感じで、でもミニチュア感があってめちゃくちゃ可愛いんですよっていうのがあったりですね。ここは結構見逃せないので、なんかワンシーンぐらいしか出てこないんですけど、ちょっと今日地上波で出るときにね、ぜひね、注目して見ていただきたいです。めっちゃ好きなんですけど。最後、ミニチュア感がある要素として、じゃん、音です。このね、作品は音がめちゃくちゃ聞きどころというか見どころの一つなので、ぜひね、音量大きくして、もしくはヘッドホンとかイヤホンとかでね、聞いた方がいいんじゃないかなって思うんですけども、ちょっと音についてもね、ちょっとカンペ持ってきました。まあ、いくつか好きなところを挙げますと、冒頭ら辺でですね、ティーセットが出てくるんですけども、それをお母さんがスプーンでこう、混ぜて砂糖を溶かすシーンがあるんですけど、そのティーセットの金属の擦れる音とかがめちゃくちゃリアルで、あと、細かいんで可愛いんですよね。小さいのがよくわかるんですよ、音で。で、あと、個人的に全体的に好きなのが足音ですね。なんか ASMR みたいな感じ、繊細な感じがしますね。例えばこう、アリエテが初めて仮で外に出るときですね、こう、自分のお家から人間の家に行くときに、例えば床がレンガだったら結構コツコツ言うんですけども、釘の上を歩くときは少し靴の底が擦れるような音が入っていたり、また木の上になると、やっぱりこう、木のこうくぐもった音、でその木が古いのか大きいのかみたいなところも分かるぐらいすごい繊細に作られているんですね。その靴音がね、とにかくいいですよ。めちゃくちゃ聞いてほしいなって思います。で、細々した音もすごい良くて、例えばお父さんのあの両面テープを切る音とか、両面テープを手足にくっつけて剥がして、くっつけて剥がしてっていうあの細かい音とか、あとショーの部屋で置き時計がね、コツコツ鳴ってると思うんですけど、あの音であったり、アリエッティが待ち針を刺したり抜いたりする音であったり、なんかこう、布を開けたり、カバンを開けたり閉めたりみたいな時の布の小さく擦れる音。あの辺もね、かなり細かく作られてます。で、まあ、なんといってもですね、私がこの全編通してめちゃくちゃ好きな音はですね、ドールハウスの裏かなんかになんか、その小人だけしか通れない出入り口があるんですよ。で、あの穴をスポッて塞ぐ音があるんですね。スポッていうか、なんかスコッていうか、なんかね、はまったっていう音がするんですよ。あの音がめちゃくちゃ良くて、あの音だけをね、10回ぐらいリピートしてもいいなっていうぐらい心地いい音がね、鳴るんで、ちょっと探しながらぜひ聞いてほしいと思います。他にもね、好きな音があったらね、ぜひコメント欄の方で教えてください。はい、というわけで今日はアリエッティの作品について、まあ、大きく分けて3つで、1,2,3,4,5,6 7つですか、はい、7つについて褒めさせていただきました。また今後もね、ジブリ作品とか、まあ、他のアニメ映画とかいろんな作品の、授業動画出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日の授業はここで終わりにします。ありがとうございました。